もうすぐ人のせいなんだから。土曜日みんな多分疲れすぎて、原武さんとかペットボトルを燃えるゴミに捨てようとしたり、鎌田とかはペットボトルレンチンしようとしてます。やばっ。それはやばい。みんななんかどうしたの。お疲れ様ですね。本当に痛い。噛まないで。じゃあ差し入れでも届けるんだけどね。本当に。そのうちバレンタイン地球からチョコレートも作るからさ。また賞味期限切れてるとか。この間買ったばかりです。あ、よかった。